ともと農協としてはい、ひな祭り会場でございます。今年は何段になってるかね。1,2,3,4,5,6,7,20代以上になってるね。分からんな。はい、なるほど。すごいね、この飾りね。手前になんか興味なかったんかな。40番今年は56番まであるそうなんでね、ちょっと回ってみましょうかね。ちょっと朝中にね飾ってあったんやけど、今日こっちかいね。このメイン会場でございます。えお前来てくれ。あ、そのジャンバーはなんか見覚えがある。ブルースカイユカイチャンネル。あ、そうですか。また今年も回ってこうと思って。あ、そうですか、はい、いや今日は何売ってるんですか。ちりめんとこのくず餅です。とろとろで美味しいです。 あ、ごめんなさいね、はいはい、話やったんか。いろんなもありますね。ここ来てくださいよ。美味しいのいっぱいありますからね。もうあくまお稲さんがおるよね。よいしょ、行こうか。おお、ここない。はい、失礼します。あ、ここにあるんだよ。これは目の前のわからなかったな。着物かね。綺麗に飾ってくれてるね。ジャンボひなでございます。27番。ございます。すごいですねこれ。竹でね。え、竹でね。これはあれですか、誰がお作りになったんですか。お姉さん、これ何を売ってはんの。え、何を売ってはんのこれ。ひょうたん。ひょうたんでこれ、あのあれかね、ひな祭りかね。そういうこと。おひなさんやから、ちょっとおひなさん書いたりね。これはあの、この中去年入ったな。あ、入れるやっぱり。ちょっと古そうやね、これ。古そうですね。幕末のものだと聞いてますね。幕末、はい、ということは150年ぐらい前か。すごいね。幕末、はい、それであれですか、これはあのご自宅に置いてあったんですか、こんなの。いや、私のではないんですよ。ここの建物に関わる方のものかな。あ、そうなんですか。はい、ここなんかお店かなんかやってやるの。ここ私あのハーブを売ってたり、カウンセリングとか。あなたやってんの。はい、綺麗な方やで。いやーごめんごめん。あ、これはね、去年見させてもらったよ。お、綺麗。こうか、これね。おー、すごいね。これはすごいね、こいつは。掛け軸でございますか。もう掛けだ、ここだけかね。ようさん。よう持てましたやろ。よう持てましたやろ。綺麗やね。ほんまに。綺麗で持てるんやって。笑ってはること。
あのわしも大概いろんなゴロゴロしてるけど綺麗ですよね、お嬢さんも綺麗やけど。もうそんなあんた何十年って。2階まで上がらせてもらおうか。よいしょ。あらすごいぞこれは。この家の建物すごいぞ。いやすごい。これ江戸時代かね。この建て方は近年だよ。近代じゃないね。はあ、針でも14番。おお。お、すごいぞこれは。お、こっちもジャンボひなだ。ああ、すごいすごい。何年か前工事してましたこれ。ここね。これ13番でございます。ウサギちゃんがいっぱいでございます。あーすごいね。ここにもね、牛とか犬とか、ね、来てしまう。わ、すごいね。ここもお犬さんでございますから。いやー、綺麗な庭だわ。